はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今回第3人目になります。V&A アルタミュージアムにて、第2回目となるアーティストインレジデンスをしているんですけれども、そこに参加していただいているアーティスト、藤倉麻子さんをゲストに迎えて、トークをさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと、待ったすぐ後にですね、自己紹介をお願いするんですけど、その前に、藤倉さんが、今まさに現在、B&A アルタミュージアムに泊まっていただいていると思うんですけど、今泊まっていただいている、滞在していただいている部屋っていうのが703っていう部屋なんですけど、もともとその紹介をさせていただきたいと思うんですけど、703っていう部屋は一応 BNA 部屋って言われてて、ボールトっていう名前なんですけど、今、藤倉さんがいらっしゃるところって真っ白ですよね。そうですね。全く何もないと、はい、ガラン堂だと思うんですけど、もともとはなんかあの、他の、アートルームって言われる、宿泊部屋ですね、は、すべてアーティストが作っている部屋なんですけど、その V&A 部屋って、ボールトは、定期的に入れ替えていく部屋、企画展部屋みたいな形で、そういう部屋になっていて、今現在ちょっと入れ替え中みたいな形で、今何も作品がない状態なんですけど、また今年の10月ぐらいかな。10月、11月とかに入れ替えて、ちょっと、なんだろうな、まだあまり公表してない情報なんですけど、両息院という京都のお寺、禅寺なんですけど、のお、えーと、との、コラボレーションした部屋になる予定になってます。で、藤倉さんの、あと展示室の、今回制作をして展示していただく部屋の情報をまず共有させていただくと、ちょっと共有を。見れてますかね。はい。見えてます。SG って空間が、展示空間があるんですけど、SG っていうのは、階段を上りながら見るっていうようなシチュエーションの、ちょっと変わった、展示空間なんですが、ルリカさんは、このエントランスの部分ですね。うちのホテルの、入り口の部分に、こういった吹き抜けの空間、これ中でつながっていて、上まで、ざっと見上げれるような感じなんですけど、これは過去の展覧会、僕がちょっとキュレーションさせていただいた、トゥーセルフビルドという展覧会の時の、展示風景で、中田由美さんと小林むく君と小宮太郎さんと、秋山ブクさんっていう、4人の展覧会で、これは、なんかこの1、2階はオムニバスみたいな形で4人がそれぞれ展示してるみたいなセッションを作ったんですが、この空間を、お一人でちょっと担当していただくっていうような形になります。はい。こんな感じで、一回停止します。で、ちょっと長かったですけど、改めて藤倉さんに、今回のそのなんだろうな、まずは自己紹介から、ちょっと作品を、紹介していただきながら、自己紹介をお願いしたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。じお願いゃあ、しちょっと画面を共有します。今共有できてますか？大丈夫です。
そうですね。ちょっと待ってください。今、これまでの展示写真とかを今お見せしてるんですけど、私は、そうですね、2016年に東京外国語大学っていうところのペルシア語専攻を卒業して、で、その後2018年に東京芸大のメディア映像専攻っていう修士課程修了して、で、今、制作活動とかをしています。はい。で、主に 3DCG の、空間に制作したイメージをもとに、映像とかインスタレーションを構成して、展示しています。で、これが、今年の3月に東京の乃木坂のカム&パンクギャラリーっていうところで、個展をした時の写真なんですけど、最近やってるのが、こういう 3DCG の仮想空間に、制作した展示空間イメージを、現実空間に、改めてインストールするっていうインスタレーションを作っていて、で、そうですね、インスタレーション、現実空間に持ってくるときに、それぞれのオブジェクトの、色とか重さとかテクスチャーとかあとは環境音とかそういうものを、ちょっと反応してちょっとずつ変わったりとか配置変えたりとかして、まあ、ふさわしい場所みたいなものを自分でそういう距離感とか色とかそういうのを見つけ出して、こう2次元3次元イメージの2次元平面をまた3次元にしていくみたいな、そういうことをやっています。で、そうですね。で、ここに置いてるインスタレーションの構成物は、普段 3DCG の映像とかシーンをひたすら作ってるんですけど、そういうところから持ってきたものとか、もうちょっと、現実の工業製品とか使って、ちょっと作ったものとかいろいろ置いています。で、まあ音もあったりします。まあそうですね。これが分かりやすい。私がこれまでイメージを作ってきたのが主にその郊外、埼玉県で生まれ育って、でまあ19ぐらい、大学ぐらいから東京行ってっていう感じなんですけど、主に原風景であった郊外の風景とか、まあ、そこから、まあ、埼玉と東京こうつながってますけど、そういうところで見てきた、インフラの構造体とか、工業製品とか、こう、街中にあるものとか、そういうものをモチーフにして、それぞれの製品とか、ものとか、柱とかフェンスとか、そういうものが、そのものであるという状態が、こう、どこに存在しているのかなとか、そういうものがものであるっていう状態を、こう、表現するにはどうしたらいいのかなとか、そういうことについて考えるために制作してるんですけど、まあ、そういう、製品とかが自律的にこう色を取り入れて運動していくような映像とかシーンをたくさん作っています。で、それ、そうですね。で、それを3年間ぐらいやってて、で、それが、最近、展示空間にこうどうインストールするかみたいなところで、こうインスタレーションを落とし込んだりしています。そうですね。なんかこういう、これは、今年の2月ぐらいかな。から3月ぐらいにかけて、参加していた、ユーカリオっていうところの、外苑前のユーカリオのグループ展の展示写真。で、
最近日本庭園とかよく調べていて、これも日本庭園のリサーチの過程でこう別の作品を作る過程でこうちょっとこれも関連して作っているものなんですけど、そうですね、これがその別の作品っていうもので、うんうん、これは今まさに東京のお台場の東京国際クルーズターミナルっていうところで展示してるんですけど、多分7月の初めから10月の初めぐらいまで置いてあります、うん、でこれが、奥に庭石、これは FRP 製の本当に庭石として使われていたもので、うん、奇岩なんですけど、本物じゃないんですけど、はい、これを再塗装してでちょっとコンテナに閉じ込めて置いてます。でこれはボラードって京泉中っていう港によく見られる船と港をこう係留している柱なんですけど、そういうものを柱につないだりとかして、まあ、会場行くと QR が飛び石のような感じで置いてあって映像を見れます。でこれが、まあ、ちょっと間について間っていう概念について考えてて、日本庭園のリサーチで鎌倉の瑞泉寺っていうところに行ったんですけど、そこがなんかすごく瑞泉寺の、そうですね、日本庭園の中歩き回ったりしてこう橋があってすごい舞台のように見えて、うんうん、まあ、日本庭園ってその中を歩き回遊式だと歩き回りながらなんかその鑑賞者独自のこの借景とか見たり庭園のものを見たり、実際にこう自分が振り付けのようなこう指定された動きをしたりしながらこう独自の時間を経験していくみたいな印象を受けたんですけど、そのなんか時間がこうすごく単純な舞台セット、橋とかもそういう単純な形だと思うんですけど、そういうのが用意されていて、なんか可逆的な時間があってこう一方通行じゃない時間があって、でしかも天候とか、まあ、時間帯によってその庭園自体の景色も変わったりするし、季節とかそういうなんかそこにある固有の時間を鑑賞者が経験していくみたいな、そういうところが気になって、うん、そういうことを考えながらこの場所の特性とか考えながら作ってたんですけど、うんうん、まあ、この場所の背景がすごいちょっと見えるかな、こっち側に、これは国際クルーズターミナルってこう国際線、税関とかあるような、うんうん、大型客船とかも来れるような最近できたターミナルなんですけど、うん、海、ちょっと運河みたいになってる海挟んで向こう側が京浜工業地帯かながあって、こうまさに東京で使われているような製品とかがここに運ばれたり、こう素材が作られたり出荷されたりっていう、でコンテナのこう密密場所とかもあって、さらに船に乗せられてこう、うん、海に出てたりっていう、すごいどん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 そういう動きが常に起こってる場所で、うんうん、でそのこのターミナルのデッキから見える船着き場っていうのも、その外国籍の船が来るとその国の法律になるみたいな、なんかすごい硬いこう土地はあるんだけど、なんかその適用される法律がどんどん変わったりとか、なんかすごく中間的な場所っていうか、うん、でこう借景となるところもどん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 こう出荷されていくみたいな、うん、そういうのがあって、その庭園のそのなんかその時の交流の時間経験っていうか、そういうものをなんか表現したいなって思っていろいろ
作ったりして、でそのここのできたインスタレーションっていうのもなんかすごいあのどれも宙吊りの状態だけど係留されてるみたいな感じでこう作ってて、でそのなんか紐を結ぶ行為とかこういう中間的な場所にその輸送中のような庭石を置くみたいな、そのなんか展覧会制作自体みたいなこう労働みたいなところをこうちょっと残しておきたいなと思って、まあ、こういう映像を、あ、ちょっと見れてますかね。右上のログインを一回消してもらったらいいかそうですね、ちょっと勉強します。これは実写なんですね。実写とこれは後から、そうですね、実写でそのインスタレーションを作るところをこう撮ってるんですけど、ちょっとその記録っていうよりは演出入ってて、うんうん、あのちょっとなんかまあある時の、まあ、その時のなんか労働の記録みたいなものを作っていますね。これは職人さんたちです。縄を結ぶ職人さん？そうですね、普通に大工さんなんですけど、この時頼んでた職人さん。そうですね。で、まあ、これはちょっと縄、あの船のテープカットみたいなのをちょっと最初イメージしてて、あの船が出るときに、あのバーって紙テープみたいなのを係留するじゃないですか、船からデッキに向かって、あ、夏木場か、それのちょっと逆なんですけど方向的には、うんうん、そうです、こういうふうなことをしたり、これはコンテナを作ってるところで、あの、ね、議席が収まって、はいはいはい、収まってる、はい、で、まあ、こうやって組み立てて、うんうん、まあ、これ最後置いてる、そうですね、この辺とか塗装とかこの辺塗装して、うんうん、って感じですね。こういうことをやってたりとか、わりかしこの結構重めな、うん、重めな素材を今回使ったんですね。そうですね、重めな素材、場所もだいぶこう重めだったんで、うんうんうん、あのそういうあの重いところにこうしっかりなんか宙吊りのようなこう現実にこう使われてるようなちょっと CG のようなものというか、そういうものを、うん、置いて、はい、やってみました。でそのこの辺がまあ最初どんどんなんかプランの段階っていうか、そのなんだろう、この場所にやるもの自体も動いて いくなって思って結構残しといてるんですけど、あのいろいろこれは現実にはインストールされてないんですけど、あのなんかすごい架空の空間の中でどんどんそのインスタレーションっていうのも展開されてってて、うん、あの動いていってるっていう感じですね。この空間っていうのを、はい、PCG をもともと作ってたってことだと思うんですけど、うん、このなんだろうな、空間、はい、一度また違うシミュレーションをしてるみたいなことですか？このそうですね、この空間にこう至るまでに、こういう架空の中でこういう流れがありましたっていうことですね。最終的なアウトプットの中にはもう現実空間しかないってことですか？はい、そうですね、アウトプットはもう現実空間しかないですね。うん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 、なるほど、はい、
映像は、まあ、見れますけど。うん、QR を読み取ったら、今の映像が見れるってことですね。いや、全然違う映像ですね。なるほど、違う映像なんですね。この、そうです。この場所から、なんか向こうを見たときなような感じで CG なんですけど、なるほど。映像が見れたりします、各場所で。そこで、あとは、はいはい。そこで、3D の CG 映像も出てくるってことですね。そうですね。はい、こんな感じです。あとは、まあ、さっきの記録映像みたいなものも、別のなんかスクリーン、大画面があって、そっちで上映はしたりしています。うんうんうん。そうですね。なんかこの、そう、だから最近、そのバーチャル空間とリアルな空間をこう行き来するイメージとして行き来して、うんうん、そういう時にこう手触りとか質感のこう変化する感じとか、をについて探りながら、そのものがどこにあるのかみたいな、そういうことを考えています。うん、で、これはこれも今年の1月ぐらいに ICC でやった展示で、このグループ展のテーマがそういうバーチャル空間とリアルな空間をこう考えるみたいな、多層的なレイヤーがあって、そういうことを考えるっていう展示だったんですけど、まあ、コロナがあるのでオンライン展示っていうのとリアルな展示っていうのが両方同時にこう開催されてて、これはそのリアルな方にインストールしてる展示で、まあ、AR を使ったりしています、うん、そうですね。これはなんかネットがあって音は流れてて、轟音みたいな、ね、AR の岩がこうひたすら流れてくるっていうものなんですけど、とか、いろいろ。で、これがバーチャル展示の、オンライン展示の方のイメージですね。そうですね。で、そうですね。まあ、これが最初に、そのちょっと順番逆になっちゃったんですけど、こういう CG をなんで作り始めたかみたいなところで、2018年の、はい、ICC の展示なんですけど、これは、まあ、終了制作を主に展示しているみたいな感じなんですけど。これ、発見しました。本当ですか。ありがとうございます。はい、現場で。はい、なんと。それで、これが、まあ、いろんなシーンが、こう、連続で流れていて、そういう、そうですね、CG を使用することによって、こう、私の制御を超えていくようなシーンっていうので、そのものの自立性みたいなところについて考える。で、それで都市に潜在してる、なんか、こう、リアリティみたいな、見えてる視界の裏にある現実っていうか、重なっている現実っていうか、そういうものを表現する。っていう作品です。そうですね。なんか映像とか、これはまあ最近の映像ですね。さっき言ってた、なんだろうな、自分の制御を超えていくみたいなことって、もうちょっとどういう意味なのか教えてほしい。はい。そのさっき言ってたのが多分その 3DCG って、なんかモデリングまずして、オブジェクトっていうのを作って、配置して、うん、で、さらにアニメーションさせて、で、切り取るカットを決めてカメラを配置して、撮影して、出力してっていう過程があるんですけど、そのオブジェクトをモデリングして、配置して、で、それから配置の仕方とかアニメーションとかつけるときに、物理的なシミュレーションとか、そういうものを適用して、作るんですけど、うんうん、そういうときに、結構こっちは数値を打ち込んだりとか、その設定をいじったりして、でもこう出てくるイメージとか、アニメ、動きっていうのが結構、なんだろう、こっちは、の頭には数値しかないけど、こう出してくる答えみたいな、コンピューターが出してくる答えみたいなものが結構、
私の手を離れているって言えるようなこうものを多くこう使っていて、でそういうなんか反応でこう作っていくみたいな、なんかそういう、そうですね、なんかそういうところでなんかこう完全にコントロールするビジュアルっていうよりは、そういう、なんだろう、主体、この景色を見る、主観とか、まあ、そういう主体っていうものを、少し、完全な、こう、私っていうものを、こう、入れるんじゃなくて、もうちょっと、そういう、なんだろう、あくまですごい、素敵な、プライベートな、こう、制作なんだけど、ちょっとそういうものを取り去って、なんか主体がこう自動化されていくみたいな、そういうところでこう捉えたシーンっていうのが、その、ものがあるって状態をより分かりやすく見せてくれるんじゃないかなって思っていて、で、そういうことです。なんかオブジェクトっていうのは結構大事な要素なんですよね。そそのうですものとね。か。なんかそれぞれの、なんだろう、ビオトープみたいなものを観察していくみたいな。そうですね。そうですね。そういう感じかも、観察。そうですね。でもそこにやっぱテクスチャーとか質感、要は中身っていうよりは表面みたいなものの方が結構大事に扱われてるっていうようそうな。ですね。なんかその中身って、例えばその、なんでこういうのを、こう、シーンをまず作り始めたのが、そういう私が建物の壁とか、その柱とか、そういうものをよく見るのが好きというか、こう見ていて、その壁は見えるし、その柱もなんか何か支えていて、その、なんか支えられてるものがなんかの機能を果たしてるんですけど、なんかそういうところじゃない、こう、なんか、表面で、まあ、中身は詰まってるはずだけど、それも見えないし、なんかそういう、その、表面なんですかね、そういう、なんか、機能としての壁じゃなくて、まあ、壁、現れてる、目の前に現れてる、ただの壁のテクスチャの部分、マテリアルの部分みたいなところが、やっぱ、気になっている。で、なんか、っていうのがありますね。これとかもなんで、テクスチャーは結構、こう映像の中のオブジェクトが、これはハイウェイラジオってあるじゃないですか。ハイウェイラジオの標識。緑の。なんか、それをまとった岩なんですけど。そうですね。あとは、標識のテクスチャをまとった道路とか、あと、文字をまとったフェンスとか、そういう感じで、貼り付けていったりしています。これは庭石が自分で配置に向かってる様子。そうです。砂漠と液体、なんだろう、てるてるとした、まあ、現実感とかけ離れた 3D 表現ですよね。そうですね。これも山がどんどん、テクスチャを変えている背景で。背景になってる山ですね。そうですね。で、ピッこカれピカは、に磨かれた床みたいな。そうですね。これは、蛇口の花の部分に、なんか、植物が、植木鉢が生えていて、それとかも、橋脚がバネを乗せて、なんか、どんどん動いていって、あと、街灯、
作り、なんていうの、この街頭の、広告のサイネージみたいなものがどんどん色変えたり、これは本棚、なんか本棚の回廊みたいなとこがあって、うん、で、この蛇口が出してるのが水というか、バネみたいなものなんですけど、うんうん、そういう、行ったり来たりしてて、まあ、水って一方向に蛇口をひねっていくと思うんですけど、うんうん、ね、ここでは、まあ、固定された水みたいなものがこう入ったり戻ったりして、そう、なんか全体を通して、はいはい、まあ、なんだろう、自分からなんだろうな、一旦離れるみたいな、みたいなベクトルが働いてると思うんですけど、それは結構なんだろうな、どんな理由からそこを目指そうと思ったのかとか。ああ、多分、その、なんだろう、すごく純粋に景色を見たいっていう願望があって。純粋に景色を見る。はい。はい。そうですね。で、そういう時に、こう、なんか確かに純粋に景色を見れてるみたいな実感がある瞬間とかもあって、時々。なんか、そういう時って、すごく、その、私みたいなものが消滅してて、なんか、こう、見ている主体は確かにあるはずなんだけど、こう、消滅し、同時に消滅しているみたいな。そういう状態。その、自分が完全にその景色の中に、まあ、これだったら映像だったら、こう映像、全くこう自分の体と同じトーンじゃないし、こう、行けない場所だと思うんですけど、うん、なんか、とりあえず生きてた状態ではこの世界には行けないけど、何らかのこう条件がこう整った時に、こう、精神的なものなのかちょっとわかんないけど、なんかその、合一するみたいな そういうちょっと神秘主義的な発想なんですけど、うん、なんかそういうなんだろう、その状態っていうのがなんかここからこう地続きではないけども、そんなに断絶がある感じではなく、でもその状態にこう行くことができるみたいな、なんかそれが結構こう、まあ、都市とか郊外の中で結構スポット的にこうそういう、なんだろう、時間とかが発生している気がして、なんかその物がある状態みたいなものを優先に見るとかアクセスするとか感じるとか、そういうためには、なんかそのとりあえずその近代的なこう意識でこう運営されている私みたいなものからちょっと離れる必要があるかなっていうのがあって。うん、まあでもなんか、そこのバランスってすごい、なんか微妙なところで、その、うん、なんか別に理性を捨てるとか、なんかそういうことではなくて、なんか、こう、まあ、ただ見ることしかできないし、その、読者みたいに。うん、そうですね。大丈夫ですか？でもなんか、はい、まあ、やっぱ見ることしかできないじゃないですか。まあ、リアルな風景だったら、うん、まあ、特に、まあ、関東圏、東京っていうのは多分、オリンピックとかの再開発も、うん、まあ、今の再開発も含めて、うん、まあ、あの大都市がなんか再編成されてるじゃないですか。うん、まあ、郊外の風景も結構変わっていくと思うんですけど、なんかその、うん、なんだろうな、作り変えていく、なんか確固たる、なんだろう、近代的な話で言うと、建築をして、まあ、そのなんだろうな、うん、自然と、まあ、なんだろうな、うん、あと人とか、それ、彼、人がコントロールする構造物とかの、うん、なんか対立的な構造みたいなのは作るじゃないですか。はいはいはい、自然から守るのが何だろう、科学とかの役割、うんうん、なんかそのバランスが崩れ
崩れた瞬間でもかつ、なんだろうな、変な気分を保ってるみたいな状態って多分その魅力的に映るなって聞いてて思ってて、なんかそういう意識に、なんかその、まあ、心を奪われるっていうのが正しいかどうか分かんないですけど、みたいな瞬間っていうものが、まあ、近いのかなとか思ったりもしたけど、違うのかなとかも思うんですよね。まだ分からないみたいな感じ。均衡が崩れる瞬間ですか？なんか瞬間っていうよりは、崩れてる、まあ、今までのその近代的な構造みたいなのが崩れてて、要は、自然を抑え込むぞみたいな瞬間じゃないのかと、ような状態がずっと続いてる中で、でそれが何だろう、無理があるっていうことにもう基本的に文明的にも気づいてるわけじゃないですか、それって。それなんか人身性みたいなことも含めてそうだと思うんですけど、なんかそのなんか人身性みたいなことに共感するのってすごい人間って難しいと思うんですよね。あの何だろうな、理解するっていうか、あの言葉上とかで理解するのは全然たやすいと思うんですよ。確かにそうだなと思うんだけど、例えば、物に共感することって物じゃないから、あの自分が、あのなりきれないんだけど、それどうやってやろうかっていうところが今からのタームだと思っていて、それを、なんだろうな、理解するために、なんだろうな、何かが何かに、なんだろうな、見ているものに、なんだろうな、共有しちゃうっていうか、共感しちゃうみたいな状態。それはなんだろうな、それはなんか、徹底的な二項対立だと難しいと思うんだけど、それが崩れて、でも何かしらの均衡が保たれてるみたいな、だから、まあ、の二項対立となんかその自然と人工物みたいなものの均衡が崩れてるんだけど、あ、じゃあ、二項対立は崩れてるんだけど均衡がちゃんと保たれてて、なんか分かんないけど、あの、見ちゃうみたいな。そういう状態を見させられてるのかなって思ったんですよ。まあ、正しいか分かんないですけど。あ、映像でってことですか。なんかそういう思考の道筋があるのかなとか。ああ、なるほど。均衡が、なるほど。見ちゃうみたいなところ。うん。そうですね。まあ、見れちゃう。なんか見れちゃう。ああ、まあ見れちゃうみたいな、確かに、その、結構作るときに、ここ、その映像の、なんだろう、このシーンを作るみたいな、できたみたいなポイントが結構、なんだろう、快感の方の、こう、快の方の、あの、ね、感覚を元に作ってるというか、こう、なんかこの景色はこれでこう成立しているとか、こう、なんだろう、心地よい感じに充足しているとか、そういうところをポイントに多分作っていて、でなんかそれって、その、そうですね。あの、私がその景色を見るときにこう主体が何らかの条件に取り去られたときの感覚っていうか、その、なんかすごく満足してるんですよ、そういう時って。なんか、そういう感覚を、こう、映像でこう、再現してるっていうか、こう、まあ、再現というよりもまた新たななんか実験をしているみたいな感じなんですけど。そうですね。まあ、なるほど。いや、なるほど。勝手に言ってたけなんで。そうですね。まあ、はい、人身性的な、そうですね。結構、確かに流行って、ここ10年ぐらい。なんか、エコロジーとかに。
確かにそういう作品はすごいアートにも増えてるし、うん、あのまあ今までの人間の見方じゃこう把握しきれないよねみたいな、うん、共通理解がみんなあるっていう感じなんだと思うんですけど、うん、そうですね、確かにそのもののこう寄せていくっていうのはその確かにこう難しいのかもしれないですね、こう生きてて、うん、でやっぱそういう思想的なところでこう、まあ、提示する人が現れて、まあ、そうだよねみたいな、ね、言葉でのアプローチっていうか、うん、なんか俺が思うのは、うんうん、言葉によって共感が今結構難しいっていうかの、あの、うんうん、人申請で説明されてうん確かにそうだねって思うんだけど、うんうん、でもなんだろう、エコロジーって言われた時に、うん、俺は地球じゃねえし分かんねえなみたいなことがあるんですよ。うんうんうん、けど、うんうん、なるほど、あのなんだろう、なりきれない、まあ、他者になりきれないって問題ももちろんそうなんだけど、うん、他者っていう意味がめっちゃ拡大するじゃないですか、うんうんうん、人申請とかによって自然も他者になっちゃってて、自然も他者なんだけど、うんうん、なんかこれ、なんかめちゃくちゃ、なんだろうな、広げすぎると危険な話題な気がするんで、あれですけど、はい。でも理解しなきゃいけないものが増えちゃったんだよね。これからの世の中で。で、それの糸口になるのがこういったアプローチの作品なんじゃないかなっていう。っていうふうに。はい。それすごい、思ったりします。なんか、アートをやってる、とりあえずやってる意味だったりするのかなってすごい思います。うんうん、やっぱ、その美術もやっぱその美術史とかあって、その言葉っていうのがすごい重要視はされてると思うんですけど、思想の歴史とかとこう一緒に生きてるし。ただやっぱりなんかビジュアルとかイメージのなんか可能性っていうかそういうのがありますよね。なんか、うん、どうしても多分まあなんかそうですね、まあ、そういうところで私はこういうアプローチしてるのかなっていうのは、うん、思いますね、うんうん、ありがとうございます。もうありがとうございます難しいですね、言葉で説明。まあ、あとはなんか、そういうなんか、ちょっと形状学的なところになったりするじゃないですか、言葉で。物とか、認識とか、こう、オブジェクトとか、こう、言い始めると。うん、なんか、それもすごい、そっちの、こう、専門家はやるべきだし、大事だと思うんで、確かに、その、なんか、こう、言葉遊びみたいになっちゃって、結局、現実のこう実感を見せてくれないみたいな、そういうところは、うん、これちょっとあんまり言うとあれかもしれないけど、哲学会話とかちょっとね、まあ、なんか彼らの中の共通言語のゲームみたいにこうなりがちなところも、うん、その一般的にこう喋ってくれようとすると、うんうん、そのより、うん、みたいな、こう煙に巻かれてしまうみたいなところはあったりしますよね。うんうん、なんかギリギリのところで、まあ、なんだろうな、作ってるイメージが、うん、より、まあ、批判的に使われるけど、スペクタクルか、スペクタクルじゃないかっていうところ、微妙なラインを攻めてるっていうのも結構、なんだろうな、いいなと思うところではあるんですけど。ありがとうございます。多分そういうところあります。微妙に気持ちいい、気持ちいいっていうか、なんか、まあ、ダイナミズムとか、うん、っていうものとはちょっと別種のなんだろう、動きみたいな。そう、そうなんですね。多分それが、なんか多分すごい、
もう なんだろう、見るみたいなところと自分のそこは、なんだろう、なんかそのまま素直に作ってるみたいな性かなっていうのがあって、うん、そうですね、パッケージとしてこう成立させるっていう最後の作業を多分してなくて、なんかそういう、なんだろう、自分でもその編集、最後の編集にちょっと余白を多分残してるというか、うんうん、そのそうですね、現段階のこう自分の知性でこう多分まあほとんどわからないことだらけだから、そうですね、まあそれをそのまま多分わかるのはその見ているっていうことと、うん、シーンをこういうシーンを作ったっていうことだから、まあそれをなんかそのままこうちょっとなんだろう、でもそのままではないんですけどね、なんかなるほど、そう見せようっていう、うん、感じだからなのかなっていうのを、うん、思いましたはい、とりあえずこんなも感じですか、はい、そうですね、紹介はい、はい、そうですね、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。で、まあ、これを踏まえて、はい、まあ、今日借景だったりとか庭の関心とかもありつつ、まあ、京都では、はい、まあ、ちょこちょこといろいろなところに多分行けるのかな、行けるといいんですけど、そうですね、まあ、緊急事態でなんかね公開されてないとことかもあるし、まあ、うんうん、落ち着き目にこう行きつつ、あ、昨日はなんか下鴨神社とか行きました。ああ、なるほどね、あそこは広いですね、はい、そうですね、なんかすごい良かった、うん、結構水の信仰ですよね、水かにっていうのが、うんうん、あとすごい裏の拝観できるとこ行ったんですけど、奥の方のそこにすごい、うんうん、面白い看板があって、写真撮ったんだよなすごいその奥とか裏っていうことについて普段から考えていて、こう、うん、まあ、その映像は何だろう、新しいレイヤーだと思っていて、うん、でもそれがレイヤーがどん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 こうあって、でもそのレイヤー一つのレイヤーの中にもこう奥行きみたいなものがあって、うん、でその奥行きっていうのがこう地図的にこうしっかりここからここまでとかこう分かってるものじゃなくて、うん、その奥へ奥へどんどんなんか広がりがあったり、こう存在の場所があったりするはずだみたいな予感のようなものがあって、うんうんうん、でそういう、まあ、この映像のシーンとかもなんかちょっとそういう予感としか言いようがないものっていうか、その奥があることの予感みたいな、うん、なんかそういうことを考えながらやってるんですけど、でそのちょうど下鴨神社のうん、なるほどね。裏の会場、はい、今見てた映像もなんか、はい、ごめんと遮ってすいませんけど、はい、3D の平面上っていうか空間上って、まあなんか、うん、スチームの、まあ、ゲームのとかっていうと、うんうん、なんか限られた箱庭の中で、うんうんうん、なんだろう、端まで行ったら人がぶつかるみたいな、うん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 、あ、ここまでかみたいな、うん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 、まあそう、でも現実っていうかの、なんだろう、今見た映像の中で言うと、なんかその奥の方からさらに新しい世界も立ち上がってくるみたいな、なんかすごい、なんかそうそうこれ待ってたみたいな感じはありますけどね、うん、そういや、そうですね、そうですよね、
ありますよね、うん、あるはずだし、うん、あったら嬉しいみたいな、うん、しそう知ってたみたいななんかそう、それでそのそうなんですね、そういうものだと思うんですけど、その裏の回廊っていうのがあって、うん、なんかそのそこに書いてあったのが、まあ、裏とは奥深いとか、影とか無文字時代の言葉です。無文字時代ってなんだって思ったんですけど、それもなんかそういう古い時代の人々は神様のことを尊んでそのように言い表しました。なんかその、うん、これによるとその古い時代の人が神のことをそういう奥とか影とか裏だと言ってたみたいな、うん、なんかそれをすごい見て、あ、なんかそれすごい感じてる感覚だなってすごい思って、うん、あ、そうなんだっていうのはちょっと思いました。なるほど、裏とか影とか奥とかが神めちゃくちゃなんかそうじゃんって、うんうん、まあ、なんか私はそのなんだ、別に特定の神を表現してるわけじゃないけど、まあ、各世界各地にこうそういうやっぱ奥へ奥へみたいな、その先みたいな、限られた命があるけど多分その範囲以外のことを想像したりするみたいな、うんうん、それをしかも生きてるうちにこうなんかこう自分の見える目線の先とかにこう想像したり予感したりするみたいな、うんうん、そういうのがあると思うんですけど、まあなるほどと思って、ここら辺の人が裏って言ってたのが面白いなってすごい思いましたなるほど、下鴨神社でそれをはい考えてました。面白い、それがまたうちの政策に反映されるのか、うん、お楽しみって感じです。はい。一応なんとなく、はい、じゃあ、まあ最後に、はい、まあ、今回の、まあ、うちの政策ですね、まあ、先ほど紹介した SCG での政策が、はい、まあなんかネタバレになってもしょうがないと思うので、はいはい、期待なので、はい、今言える部分というか、言ってもいいかなと思う部分だけちょっとお聞きして、うん、はいはい、そうです、本当にまだもうなんだろう、ドローイングの状態というか散らかってるんですけど、うんうん、まあ、空間がすごい細長い、上に縦方向に細長いみたいな感じなんで、なんかちょっとそういう空間に沿ったものを作りたいなっていうのは思っていて、なんかそうです、立てるのかするのか、なんかすごい具体的な話になっちゃった。まあそういったことを考えてると考えていて、はい、そうですね。で、内容としてはやっぱそういう、最近ずっと作品で岩についてとか水についてとかこう考えながら、でそれをちょっと庭っていうキーワードで自分でこう、うん、一つのフォーマットとして考える手がかりにしているんで、まあそうですね、やっぱそういう岩なのか水なのかみたいなものをこう構成しつつ、さっき話してた、まあ、裏とか奥とか影とか、うん、ちょっとそういうところを考えながら作りたいなって思ってます、うん、ありがとうございます。はい、なかなかうちのホテルは、なんだろうな、京都にありますけど、京都に縁遠いコンテンツで勝負してるような。そうかな。まあ、関西 の、 アーティストの皆さんと、まあ、一緒に組んで、うん、部屋は作ってるんですけど、うん、京都らしいかって言われると、全然京都らしくない、ものなので、逆にやっぱりその、レジデンスで参加していただく方々っていうのは京都にせっかく来たっていうのもあるし、うんうん、こちらが何だろうな、考えてる以上に、まあ、京都っていうその土壌っていうか、うん、から何だろう、
影響とかインスパイを受けて制作をしてくれてるんで、逆にうちにないものをコピーしてくれてるんで、ありがたい限りです。ありがとうございます。あ、でもちょっと最終的に出力すると多分こうなっちゃうと思うんですけど、まあでもはい、だからこそうちに会うというような感じもある。はい、リアルな庭作られてもなんかなると思うんですよ。そうですね、はい、そうですね、はい、まあ、そうですね、京都、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、大体1時間ぐらいかな。はい、どうもさせていただきました。はい、見ていただいた皆様もありがとうございました。ゲストの、藤倉麻子さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。では、失礼します。はい、失礼します。